ジェイソン・ベギーはアメリカ合衆国の俳優、サイエントロジー批判者。1960年3月12日、ニューヨーク市にて4人兄弟の一人として生まれる。ニューヨーク市にある私立男子準備学校、コリージェットスクールに通った。そこで彼は、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニアやデイビッド・ドゥ・カブ・ニーと親しくなった。ケネディとベギーはしばしばメトロポリタン美術館やセントラルパークへ行き、 その間は、ケネディ付きのシークレットサービスに監視されていたという。10代の頃、保守的コラムニスト兼作家となる、エリック・ラッシュと共にサマーキャンプにも参加したことがある。ベギーに影響を受けたケネディは、学校の演劇プログラムに参加した。後には、デエビッド・ドゥカブニーを説得して、俳優の道に進ませた。デュカブニーは、大学教授になり、合間を見て、 執筆活動をするという夢があったが、博士号取得のための勉強の仲間で、テレビ CM のオーディションに応募した。ベギーはまずヨーロッパで、モデルとして働き出した。1985年、ジュディスの告発で映画デビューを果たし、1986年、HBO のシットコムファーストテンに出演した。続編、ファーストテン、トレーニングキャンプザブルズアーバックでは、 OJ シンプソンやサム・ジェイ・ジョーンズと共演し、シンプソンやジョーンズだけでなく、新人のベギーは一流のキャストメンバーだ。と評された。1988年、ジョージ・ A ・ロメロのモンキー社員で冒頭でトラックに跳ねられて死守麻痺になってしまった放課大学生アランマンを演じた。フィラデルフィア・インクワイアラーは顔と声だけで演じたが、募る。 怒りの表現や積極的な男性が消極的になっていく怒りを表現できた。と評価した。ベギーは1989年11月19日に NBCTV で放送された法廷弁護士ペリー・メイスンシリーズのテレビ映画ザ・ケース・オブ・ザ・オールスター・アサシンで花形アイスホッケー選手を演じた。1991年にはテルマ・ルイーズで集計官を演じ、 1997年の映画 G.I.J.N. ではデミムーアの片思いの相手を演じた。また、1998年の CBS のテレビドラマ W2 ハブ &2 ホールドでは警察官役でモイラ・ケリーと共演した。ピケット・フェンスとメルローズ・プレイスには共演俳優として出演し、1997年キャストメンバー入りした。シカゴ・ホープでは クリスティーン・ラーティ演じる医師ケイト・オースティンに恋する電気技師の役としてキャストメンバーに入った。同年、ボストンヘラルドからのインタビューでシカゴ・ホープの共演者に対する尊敬の念を語った。今までやってきた中で最も息のあったメンバーだった。皆それぞれ素晴らしい。ラーティと共演できたこと彼女はとても良くて賢くてひたむきなんだ。僕は 彼女と共演できたことでより良い俳優になったよ。彼はメルローズプレイスで演じたマットに対して密かな恋心を抱く隠れ芸の軍人についても話した。キスしなきゃいけないかと思ったけどそうでもなかった。テレビというのはとても特殊な媒体で芸術的な決定が元になっていると思うと騙され安い。でも僕は俳優だ。何でも引き受けるよ。また、 ナンバーズ天才数学者の事件ファイル、CSI, NY, エバーウッド・ハルカナル・コロラド、クリミナル・マインド・ FBI 行動分析家、ベロニカ・マーズ、ケーンといった人気番組にも出演した。2008年のホラー映画、ワン、ミス・コールでは、エクソシストのレイ・パー・ウィスを演じた。1994年、サイエントロジー・シンジャ・ミルトン・カトセラスの下で演劇を学んでいたベギーは、 自分もサイエントロジーに入信しようと決めた。同じく演技を学んでいたボディエルフマンからサイエントロジーに関する書物を与えられ、ベギーはロン・ハバードが言うテクノロジーなら超人的な力を引き出せるのではないかと考えるようになった。ベギーは1999年にイギリスで行われたサイエントロジーの全国 CM キャンペーンォワット・イズ。 サイエントロジーのアピールに協力し、2005年には宣伝ビデオにも出演した。フォックスニュースでのインタビューでベギーは、サイエントロジーの代表、デビッド・ミスキャベッジから、君はサイエントロジーのポスターボーイだと言われたと話した。彼は、教団でいう OTV に到達し、オーディティングを施す人としての訓練を受け、妻も入信し OTV に到達した。12年の間に、 ベギーが教団に寄付した額の総額は100万ドルにもなるという。2007年ベギーはサイエントロジーを大会することを決心し、2008年4月にはサイエントロジーを公然と批判し始めた。サイエントロジー大会後には、親友のデイビッド・ドゥカブニーに会い、ドゥカブニーとジヌー神話について話し合い、馬鹿げていることに気づいた。サイエントロジスト時代のベギーは、ドゥカブニーが サポレシブパーソン、すなわち、サイエントロジー協会に対して敵対的であり、関わりを持つべきではない人物と、協会側からみなされていたため、ドゥカブニーとの関係は悪かった。ベギーとトリー・クリストマン、マーグ・バンカー、アンドレアス・ヘルダルランド・サイエントロジー大会後、ベギーは反サイエントロジー団体オペレーション・クランバイクの設立者、アンドレアス・ヘルダルランドに説得され、ジャーナリストで、 サイエントロジー批判者のマーク・バンカーに会うことになった。ベギーは自宅を訪れたヘルダルランドとバンカーのインタビューに応じ、サイエントロジー時代の体験を語った。2008年4月半ば、バンカーは3時間にわたるインタビューのうち3分の映像を YouTube に投稿した。このビデオの中でベギーはサイエントロジーを魂にとっても精神的な面で見ても、 感情面における健康や成長にとっても、とても危険なものだとした。このインタビューの最後に、ベギーは具体的な計画があるというわけではありません。私はただ助けたいだけです。私はサイエントロジーに入って、そして脱退したという貴重な経験があります。そしてそれは、今なお信者であり、まだ脱退してはいない方々にはない考え方です。と述べた。 ビレッジボイスでのインタビューでこのような批判行為が俳優としてのキャリアに支障がないかと尋ねられたところ、ユナイテッドアーティストの映画に携わるつもりはありません、と笑って答えた。ユナイテッドアーティストは、サイエントロジー信者のトム・クルーズと、彼のビジネスパートナーのポーラ・ワグナー、メトロ・ゴールド・ウィン・ベイヤーの合弁企業になっており、ポーラ・ワグナーが代表を務めていた。ガーディアンのマリーナ・ハイドはベギーを、 サイエントロジーセレブの内部告発者と評した。メディアを再生するマーク・バンカーによるベギーへのインタビューより YouTube に投稿されていた動画は2008年4月17日に削除されたがすぐに他の YouTube ユーザーによって再投稿された。2008年4月18日までに少なくとも45の YouTube ユーザーが再投稿したとのこと。 バンカーのアカウントも4月17日の時点で無効になり、バンカーはこれアレポーの動画に著作権侵害が認められたと考えている。この問題は解決したが、バンカーは当初アカウントが凍結され、投稿した動画がアクセスできなくなったのはサイエントロジー協会が YouTube のスタッフに圧力をかけたためだと思っていた。この件について、 YouTube の広報担当者であるリカルドレイエースは、個別の動画に関するコメントはしないという方針を根拠に肯定も否定もしなかった。2008年4月21日、バンカーは、ベギーとのインタビュー3時間丸々投稿した。ただし、バンカーの YouTube アカウントは凍結されたままなので、微妙とグリップ TV に投稿した。2008年4月28日、ベギーは、 教団代表のデビット・ミスキャベッジに宛てた手紙をネット上に公開し、オーディティングの間に教団が集めた極秘告白ファイルを要求した。オペレーションクランバイクのサイト xenu.net に公開された文面には、教会は反サイエントロジーのウェブサイトを厳重に監視しているのですから、ここ xenu.net なら教団の目に届くと確信して、 この場所で手紙を公開することにします。とあった。ベギーはそれより前に国際サイエントロジーセレブリティセンター教会代表者の事務所へ問い合わせたがすぐに断られたため教会の通常の窓口を通してデビット・ミスキャベッジに問い合わせたが結果は同じだった。ベギーはビレッジボイスでこれらの秘密ファイルには トム・クルーズや他のサイエントロジーセレブたちのものもあったとされると話した。今いる信者数よりも多くの人々がサイエントロジーを去りました。それでも彼らは私的なセッションの中で言われたことを記したこれらのファイルを未だに持っているのです。なぜあなた方はこれをずっと持っていたいと思うのでしょうかとベギーはビレッジボイスに話した。ベギーはサイエントロジーによる 排除行為は未だに行われていると信じており、ビレッジボイスのトニーよる手紙、自身の4歳の息子がサイエントロジーの学校から追い出されたことがその一つであると話したと。ニューヨーク市にあるサイエントロジーの建物の前での講義にて、当初マーク・バンカーによって YouTube に投稿されたベギーによるサイエントロジー批判の映像は、 ニュース番組ナイトラインでデビッド・ミスキャベッジの名ジェンナ・ミスキャバッジ、ヒルや彼女によるサイエントロジーの批判と共に放送された。しかし、私自身のことを語っているのではないと言いたかっただけです。私についてのことではありません。カルトやそれに関する考えに振り回されている人たちを救うことについて話しているのですと、ベギーは経験を語るためのテレビ出演を断った。 メディアを再生する2008年9月4日、ドイツハンブルクで行われたサイエントロジーに関する会議にて2008年5月29日、ベギーはニューヨーク市のイースト46スストリートにあるサイエントロジーの建物の外で開かれたサイエントロジー協会に対する批判集会に参加した。彼は通りを横切ってサイエントロジーの建物まで集まった50人の抗議者の前であなた方は 私やこの場にいる人たちにひどい仕打ちをした。たまらない。泣きたくなる。あなたは今している善行がどのようなものであるか知りたくないだろう。と話した。それから通りを横切ってサイエントロジーの建物に入ろうとしたが、この時サイエントロジーに雇われていた3人のガードマンに道を塞がれた。彼は批判者たちの輪に戻り、サイエントロジー協会ニューヨーク支部のリーダージョン。 カーマイケルに電話をかけようとしたが、うまくいかず、ジョン・カーマイケルと話したい。私は、ジェイソン・ベギーだ、と言ったら、電話を切られた。とぼやいた2008年9月、ベギーは、ヨーロッパを訪れ、ドイツのハンブルクで、政府関係者を前に講演を行い、サイエントロジーの信者としての体験を語った。ベギーは、ドイツの内務省に、ウルスラ・キャバータによる、ザット・イズ・サイエントロジー。 リポーツフロムザ・ USA と題するパネルディスカッションへの参加を依頼されていた。講演でベギーは政府はタバコのパッケージの広告のように警告を発するべきだと述べた。すると翌日にはドイツ内務省の職員がベルリンにあるサイエントロジー協会の建物の外に警告のための看板が置かれたと言ってきたという。2009年5月、ベギーは BBC ワールドサービスのラジオ番組ワールド、ハブユア聖にゲストとして招かれ、サイエントロジーに入信した時の心境を以下のように話した。奇跡をもたらしてくれる何かがそこにあると思った。そこには人類を救うために全てを捧げる、本当に無視の人たちがいて、私もその一員になりたいと感じた。また、現代表、デビッド・ミス・キャベッジを含むサイエントロジーの 代表者たちのリーダーシップについても批判した。私はサイエントロジーは価値のある団体であり、人助けのできる団体だと考えられる点があるとは考えています。問題はサイエントロジー自体ではなく組織者の方なのです腐敗しており、努力が犯罪の方へ傾いていて、そういったことはデビッド・ミスキャベジをはじめとするサイエントロジーを率いる。 立場にある人々が招いたことなのですから。ベギーの姉妹、フランセスカ・カベギーは、シンガー・ソングライターで、SBK レコーズからアルバム、フランチェスカ・カベギーをリリースした。妻のアンジーとは2000年に結婚した。デイビッド・ドゥカブニートは、親友で、ドゥカブニート・ティア・レオーニとの結婚式で、付き添い人を務めた。ベギーは、妻と家族と共に、カリフォルニア州ロサンゼルスは、 ニコラスキャニオンに住んでいる。ありがとうございます。